1997年生まれの男性芸能人タレントパワーランキング。驚きの1位は平野紫耀。タレントの影響力や知名度を調査しているアーキテクトが2023年2月のタレントパワーランキング結果をもとに1997年生まれの芸能人のタレントパワーランキングを発表しました。このランキングは独自の指である パワースコアを使用しています。パワースコアとはタレントの認知度顔と名前を知っているという因率見たい聞きたい知りたいの調査データを組み合わせて算出されるものです。それでは今回のランキングは1997年生まれの男性芸能人に焦点を当てています。早速結果を見てみましょう。 引用元、アーキテクト、1997年生まれの芸能人人気ランキング、男性。丸第2位、メグロレン、スノーマン。第2位は、メグロレンさんで、彼のパワースコアは24.3です。メグロさんはアイドルグループ、スノーマンのメンバーとして活躍しており、俳優としても注目を集めています。2022年には、 フジテレビ系列で放送されたテレビドラマ、サイレントや NHK の連続テレビ小説、舞い上がれなどに出演し話題を呼びました。さらに映画、月の満ち欠けでは素晴らしい演技を披露し、第46回日本アカデミー賞の優秀女演団優勝と新人俳優賞を受賞しました。 そして、2023年3月には初めて主演する映画、私の幸せな結婚が公開され、7月からは TBS 系列のテレビドラマ、トリリオンゲームで主演を務める予定です。彼はモデルとしても高く評価されており、マルチな活躍が期待されています。まる第1位、平野紫洋。第1位は、平野紫洋さんで、 彼のパワースコアは32.8でした。平野さんといえば2023年5月22日までアイドルグループ、キングプリンスのメンバーとして大活躍していました。また、グループ外でも2022年10月から放送されたテレビドラマ、クロサギで主演を務めました。 さらに、バラエティ番組や数多くの CM にも出演し、後半な世代から人気を獲得している平野さん。彼はキングプリンスを脱退した後、ジャニーズ事務所も退場しましたが、今後の活躍にも期待が寄せられています。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。 ありがとうございました。